車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズした車じゃないんですよね。いや、カスタマイズした車です。カスタマイズした車ですか。社員の愛車紹介をしたいと思います、はい、というわけで、はい、大阪店岡店長の、はい、車両販売店長の車を紹介したいと思います、はい、紹介する車がこちら、じゃん、やってまいりましたアルファロメオジュリア。なんか恥ずかしい、恥ずかしい、すごい恥ずかしい確かに自分の車じゃんとか言うの恥ずかしい、じゃんとかなんかどうみたいな、なんかすごい恥ずかしい。あの、はい、アルファロメオジュリア GTA-M ということで M です、はい、はい、これ最初に言っておきますけど、はい、東京店で同じ色のジュリア、うん、GTA ご紹介させていただいたんですけど、はい、それじゃないかみたいな別の個体なんですよね。違います、 GTA-M なんで、僕のあっち A なんですよね。そう、GTA、大きい羽がついてる、はい、というわけでこっち M の方なんで、はい、なんとこれを岡店長乗られてるということで、はい、はい、乗ってる乗ってない乗ってないあの放置してる車ということで、はい、この車を紹介したいと思います、はい、でまず、はい、いろいろやべえ、はい、あの僕の家族構成からいくと、あ、そこ重要僕嫁と子供と3人家族なんです、はい、今イラスト屋の女の子と、はい、男の子出てきてます、はい、この車ツーシーターです、はい、はい、あの車の仕様に関しては、はい、あの東京店で、はい、動画撮影とかしてるんで、はい、まあ、どんな車か見ていただければいいと思うんですけど、はい、あの2人乗りの車なのにあの嫁に買ったよって LINE で送ったんですよ。でへーって、で後ろ送るじゃないですか。え、これ後ろどうやって乗るんって来て、いや2人乗りって既読スルー。あの家族の数と、はい、あのシートの数の引き算ができない。そうです。はい、バカなのかな。最悪子供がこうやってジャングルジム持ってたらいけんじゃないかなって。はい、っていうわけでもう家族も、はい、家族構成まるで無視の車になると、はい。そうです。でこれまず なんでこれを買おうと思ったの？まあいろいろ言うと、まあ、僕前乗ってた車があるんですけど、まあお客様からそれ欲しいって言われて、うんうんうん、まあ、売りましたと、うん、で僕あのシビック、ホンダのシビックのタイプ R 買ってたんですけど、ちょっといろいろあってそれがキャンセルになっちゃったんですよ、うんうん、で、あ、どうしようかなって。でも別に今仕事忙しくて、ね、車乗る暇もないんで別にいいやって思ってたら、ちょっとお世話になってる業者さん行った時に、岡ちゃん好きそうな車あるから見ていきなよって言われて案内されたのがこれだったんです。あ、そうなんだ。で、まあ、そこの業者さんに別の車を買いに行ったんですよ。お客様のオーダー車を取りに行って、まあ、あのちょっとローン通すんでって車検証のコピーもらって帰って、でじゃあなんかあれよあれよという間に、あ、そうなんだ、はい、ちょっと買っちゃった、オーナーになったということで、はい、はい、そうです、こちらの車。そしてこれ限定なんですよね、はい、限定500台、GTA と GTA-M を入れて500台で、日本は割り当てが多いんですよ。アルファロメオも日本は結構重要なマーケットとして見てるらしくて、日本になんか83台ぐらい来てるんですかね。で、はい、そんな貴重な車なんですけども、はい、まあ、ボンド大阪で勤めてますから、はい、ノーマルなはずもなく、はい、そう、もうやっぱりお客様にアメタンとか、まあ、それこそいろいろ進めるわけじゃないですか。ローダウン、え、なんでノーマル乗ってんのって言われたらちょっとすいませんってなる。確かに、やっぱいじっとこう、はい、ちゃんと自分の車をいじってる、はい、そうです。じゃあ早速カスタムポイントいっていいですか、はい、ご覧ください。これ、はい、こちら、ですね、もういいよねもう好きかって言ってバカです、はい、ご覧ください、はい、あのこの走れるというか、もう走りを極めた車を、はい、もう走れなくしている、はい、そう、はい、これね、もともとフロントフルでプロテクション貼ってあったんですよ、はい、これね、プロテクション溶けてるほら、ね、皆さんこれ今見ていただいてると思うんですけど、はい、くっついてんじゃね、はい、正解です。あのちょっとね、ちょっと隙間がある、指は入らんす、はい、指は入らんすけど、まあなんか、うん、ほらほら汚れちっちゃうあのこの走るために生まれた究極の車、はい、GTA-M を、はい、こんなにベタベタにしてアメ玉をぶち込むと、ね、はい、多分だけどいない。なんかそのオーダーするときにも、まあ、ジュリアってこれセンターロックなんですよね。はい、世界で唯一セダンでセンターロックの車。あ、そうですよね、ということで、はい、あの、はい、土の、あの動画で勉強したんですけど、
で、まあ、この純正ホイールのこの部分のデータとかがないとホイールメーカーって作れない。でもやっぱ僕はどうしても作りたくて、でいろんなメーカーに聞いたんですけど、どこもやっぱ持ってない、持ってない、持ってるはずねえ。そう、そしたらあのエール13から、あ、そうなんだ、はあ、お前のためにホイールデータを買ってきたぜと。そう、ゲットしたよじゃないですよ、買ってきたぞって言われて。そうなんだ。そんなに高くないから気にするなって言われたんですよ。気にする日本人じゃないですもうエール13しかねえなと思って。で、まあこのデザインがちょっとそのアルファ、往年のアルファっぽいデザインで、エール13のあの何だったっけ、デザイン忘れたな。入れときます、うん、R106 か、101か、なんかそんなやつ、はい、で、それがこれ5本スポークだったんですよ、うんうんうん、で、まあ、アルファも普通5本スポークなんで5ホールなんて言われますからね。そうそうそう、はい、でも僕やっぱあの TA37 時代から6本スポーク好きなんで。あ、なるほど。で、6本スポークってあの、まあ、T37 はもうボルトホール別物として考えてると思うんですけど、真ん中削れられてますからね。あ、そうそうそう、はい、でもやっぱりセンターロックといえばこの6本スポークをきれいに入れれると。確かにあの4ケツとか5ケツだとこの6本スポークのここが辻褄が合わなくなっちゃう。そうなんですよ。だから6本スポークに一番合うのってセンターロックか6ケツじゃないと成立しない。はい、だ今回センターロックだからもう6本スポーク行くぞと。そうだからデザインしてくれって言ってじゃあ AL13 がこれ6本スポークで新しくデザインしてくれて、あ、じゃあもうこれでオーダーするって言って頼みました。やっぱりあの重症患者さん普段見てるだけあって、はい、見てる人が一番重症患者でした、はい、いや、 やっぱりその、ね、自分の車は結構妥協しちゃうとこ多いんですよ。確かに確かに、今までの愛車考えても、うん、ああなんかなみたいな。でもそれは車屋さんあるあるだと思う。ああそうですね。お客様の車にこう全力投球な結果、はい、ちょっと自分のはもう後回し、そうそうそう、ちょっと適当みたいな、はい、ってなるんですけど、もうこの子はもう車が車やし、もう全力投球フルスイングしたらこんなことになっちゃったんですというわけで、じゃあこれもう世界にワンセットだよね、はい、今のところ。今のところはワンセットですね。あの誰も続かないと思います。で、ちなみにこの前あのちょっとうちの系列からあのジュリアのセンターロックの付け替えホイールをディーラーが貸してほしいって言ってる、うんうん、で、こんなホイール誰も持ってないじゃないですか、純正ホイール。あの僕の送りましたよ、ね、ノーマルホイールを外して余ってるから。そう、タイヤ付きをそのまま送って扱ってください。有効に活用できると、はい、多分二度と出ないと思いますで、これちなみに、はい、センターロックの締め付けトルクが800何本なんですか。800ニュートン。800ニュートン、だからアベンタとかで600とかじゃないですか。え、そんなに。そう、ほんまに緩まないです。へー。で、これもう申し訳ないんですけど、このキャリパーこれ塗ったんですよ、うん、ボディ同色に。なんとキャリパーも緑色。そう、あれ純正で設定はないっす。ないよね、緑色。純正で設定が黒とゴールドと赤。そうだよね、その3色だよね。そうなんですよ。で、なんかもうバランス悪いんで、もう同じモントリオールグリーンに塗って、はあ、でこれ板金屋さんが塗るときに、あの僕らもセンターロックつけて、うんうん、あのバカでかいスナップ、うんうん、あれに単管ぶっ刺して、うん、でこの辺でこうやって壊れる壊れる、そうこうやったら緩むんですよセンターロックのレンチが壊れる。で板金屋さんのは壊れました。あ、そうなんだそう、あの伸ばしてこうやってたらバキッていっちゃって、あの手前のトルク調整するとこ壊れちゃってる。あの単管刺すのは一番やっちゃいけないやつけど、そうしないともう緩まない。そう、それか窒素ガスのトラック用のインパクトで緩める、じゃないとこれ緩まないんですよ。でもそれ、はい、ダメになっちゃう、傷になっちゃいそうだよね。ああ、そうそうそう、だからそっちの単管作戦の方が、だからあの最初その緩まなくてディーラーに聞いたら、うちも緩めたことないですって言われてそう、まだそんなに距離乗ってる人が少なくて、だから緩めたことないですって言われて、はい、もうその辺じゃ、じゃあタイヤホイールの付け外しすらできないすら、その、はい、まあノウハウじゃないですけどパワーと度胸がないと緩まないです、はい、でこれサイズはだいぶアップしてるよね、これ。ね、前後20インチやったんですよ、うんうん、で前後とも21インチにして1インチアップ、はい、1インチアップして J2 はまあ、ちょっとこれある程度想定はしてたんですよ、当たるだろうなって、うん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 、で、まあ、こっちよりその後で見るリアの方なんですけど、結構いくやろうなと思って、あの 1J 太くしたんですよ、はあ、前後とも、はあはあ、だからハンドル切ったら当たっちゃうんですけどあの 1J 太くしてタイヤもその21インチが太いサイズしかなくて、うんうんうん、でしかも僕ミシュラン履かしたかったんで、ミシュランで引っ張って、うん、
かわすためには1J 太くせないかん、インナークリアランスは大丈夫、あまあ外はなんとかなるかと思ったら こうなんなんとかなんなかったということで。でもちゃんと走れるんで、はい、うん、走れる、はい、アンドルを全切りするとあの、はい、バキ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 、そう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 というわけでこんなセッティングになってる、はい、いやーバカですね。いやもうねバカですねこれえこれローダウンは何でやったの。ローダウンはあら、ローダウンもロベルタで、うん、ロベルタカップをアラゴスタにつけて、うん、でこれでもめちゃくちゃ乗り心地いいです、うん、純正めっちゃ跳ねるんですよ。あそうなんだ。 こんななんですよね、うんうん、でもこっちやったらもうすごいしなやかな感じでタナンタナンっていく感じで、これめちゃくちゃいいっすねってロベルタの社長に電話したら20分この良さについて語られてでもめちゃくちゃいいっすというわけでこんなスペシャルの足元もついてると、はいはい、でもあの、うん、ロベルタからあ適当に下げといてくださいって言ったらベタベタで帰ってきたんであこれロベルタセッティングなのじゃん。そうそうロベルタセッティングで岡ちゃん好きそうなセッティングしといたよって帰ってきためちゃくちゃ低くてで、あもうこれでもうオフセット測ろうって思って測りました。あなるほど、はい、もう多分世界一低い GTAM じゃないからってこんな話もありの、まあ、結構どこでもいける意外とこの腹下が結構あるんで、はい、で今回リフターもついてるんですよね。だからそうです。なんでフロントだけリフターついてるんでちょっと動きは後で見てみたい、はい、そして、はい、もう車スペシャルですよやっぱりこのザウバーエンジニアリングのサイドスカートついてたりとか、はいはいはい、リアに関してはこのドライカーボン製のオーバーフェンダー、これが厄介だったんですよこれね、はい、これいくらするか分かりませんがあの設定がない、はい、そうこれ一応これ僕削ったんですよで削る前に、まあ、ある程度ある程度ちょっとこう理解はしとこうと思って、うん、あの値段いくらですかって聞いたらその設定されてないですと、別に後でアフターで出すつもりがないみたいで、はい、これあの設定されてない、もしかしたら二度と手に入らないかもしれないですけど、はい、まあ、最初何もせずつけてまあまあ下ろして一周走ってもうすごかったんですよ。ジャ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 ってずっと言ってて、もうこのねこのミシュランがもうね、消えてるんですよ。もうやってることがなんかもうスタンスネーションなんか若い子がこうハの字にしてやってるのと変わらず、この辺こんなトレッドだったっけ、ミシュランが違うデザインになってますね。ビバンダム君顔ないですからね。バカですねバカですねこれで、これはさすがに走れんとで戻ってきてリフトで開けて、で、ベルさんで僕は自分でこうヒャイーンって削ったんですよ。ですね、車の価格と希少性をもうちょっと考えてもらっていいですかちょっともうね、多分僕がリフトで上げて GTA もこうやってベルさんで削ってる動画を上げたら多分炎上する。ちょっと TikTok とかに上げたいけど、もうアルファフリークから死ねって言われるともうでも自分の車ですからこれは。そう、もう僕の、はい、ちゃんと車検証も僕なんで、はい、好き勝手やらせてると好き勝手やって、はいはい、で、散々削って後で思ったのが下手すぎてガタガタなんですよ逆にこれが当たると余計にまずいなと思って潔くそのキャリパーペイントするときに板金屋さんに削れるだけ綺麗に削ってくださいって言ってプロに手直しやってもらいました、はい、というわけで加工してあるんですけど綺麗に加工してあると、はい、でもまだ当たるんですよね。まだ当たります、はいはい、もうこれが嬉しいですだからいつか当たらなくなったらあ削り切ったんだなっていうのがちょっと嬉しいです、はい、大丈夫でしょうかそしてこれ後ろいきますか、はいはい、後ろもご覧ください、はい、正真正銘 GTA-M、はい、ということで、はい、これクリアで閉じてあるんだよね。そうです、だからこれ剥がしたかったんですよ。剥がせないということでこの仕様なんかこんなに僕なんかあんまいっぱいごちゃごちゃ書いてるの好きじゃないんですよ。そのなんかベンツとかでも AMG だ、うん、フォーマチックだって僕は全部剥がしたい本です。これ剥がせないんですよ。こればっかりはどうにもならないということで、そうそうそう、これ剥がせなくて、ただもう後ろから見て普通じゃないっていうのがこのウイングと、そうですね、なんか昔乗ってた、うん、僕エボテン乗ってたんですけど、エボテンの時の羽にすごい似てて、ああ、うん、でも確かにあれも4ドアで、あ、そうです、ね、行かれた早いセダン、そう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 、ちょっと通じるものを通じるものはあるかもしれない、感じました、はい、そしてリア もう純正ですもんね、これが、はい、純正です、だから純正でアクラポースかね。でこのえぐいこのディフューザーディフューザーとなんちゃってじゃないからねちゃんと走れるやつなんですけど、まあ、まだ恩恵は受けてないです、はい、まだ高速道路でねそんなに100キロちょろぐらいでスーッて走ってる分には分かんないですそっか、はい、そしてマフラーも純正でアクラポということで、はい、でちゃんとABM で開け閉めできるようにした、あのリモコンで開け閉めできるようになったということで、開けたらまあまあうるさいです。音だけ後で聞いてみましょう。はい、はい、
こんな感じの外装になっております、はい、じゃあ続いて内装も、はい、もう GTAM ですから、はい、あの何度も言ってきますけど、あのただのジュリアならまだファミリーカーで分かるじゃないですか、はいはい、GTAM ですよ。フルバケです。フルバケということで、はい、これ家族で使う気は本当にあるんですかっていう、はい、あの多分動画見てくださってる方は、はい、あの奥様の反応が正解、はい、あのなんかボンドのスタッフは頭おかしいらしいよっていう話になると、はい、ちょっとあの振り切れてる旦那さんを持つと奥様が大変ということで、はいはい、ということでこんな感じのフルバケだもんね。しかもカーボンシェルのね。そうです。しかもレザーということで、はい、でここにこのシリアル300、あ、そっかシリアルも入ってんだよね。348番、はあ、これなんかかっこいいよね。ちゃんと緑色ステッチになってるんですよ。そうそうそう、ステッチが。でもあのツッチーとイケちゃんの動画見たのベルトの緑いいなって思って、うんうんうん、でもなんかもうベルトってあれディーラーじゃないと買えれんじゃないですか、うんうん、もうディーラー入れんしなというわけでこんな感じのフロントからそのまま後ろ行きましょうか、はいはい、じゃあ後ろ行きますか、はい、ご覧ください。じゃん、はい、お子様が乗るスペース、先にジャングルジムを組んでおきましたっていう、はいはい、もう僕の嫁が既読スルーした椅子です。優しいパパですね。子供のために先にジャングルジムを外に遊びに行かなくていいように。そう、シートベルトもちゃんとあの、はい、アンカー打ってあるんでやろうと思えばできるんじゃないかなって本当に怒られるよ、これちょっと反省してもらっていいですか何度も言いますけど、これがファミリーカーということで。そうです、はいはい、こんな感じの車になっております。オーナーしか知り得ないツッコミポイント、はいはい、じゃん、ここチャイルドロックあります、はい、でも、まあ、チャイルドロックするじゃないですか。うちがドアノブないんですよどの道降りられない。そう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 、別にロック、ここでロックしても開けようがないんで、外から開くじゃないですかチャイルドロック。確かに、うん、これなんだろうそう、これちょっと機能するかどうかも謎という。そうそうそう、ツッコミポイントこれ。これすごいね、内側も。これ本当に何もないです。ただ蓋してあるだけじゃん。そうで、これガラスもあれなんですかね、あの何やったっけ、あ、軽量の。そうそう、あの確かスイッチないんで、これアクリルじゃなかったかな。あ、そっか、スイッチがないから開かない。アクリルだ。そうそうそう、はあ、なんとアクリルの、はい、アクリルです、はい、なってると。そう、こちら、はあ、でドアもさっき確認したら中あのアンダーコートというかもう貼ってない、はい、あ、へえ。じゃあ ただの、 あの金属の、へえ、はい、板だからチャイルドロップいらんけどねリアドはめちゃくちゃ軽いという、はい、こんな感じの仕様になっている。そうです、はい、続いてロベルタの動き見てみたいと思います。お願いします。じゃあ最後になりますけども、はい、いいですか、はい、バカでしたねまずねあのこの車をファミリーカーにチョイスするっていうところが、はい、もうちょっと振り切れてるなと。もうあの最近、まあ、仕事を忙しくさせていただいて、夜家に帰ってお風呂でちょっとこうゆっくりしながらボンドチャンネルを見てるんですよ。でツッチーとイケちゃんの GTA のやつ見ながら、いいなってなんでこんなに快適装備がと思ってそうなるほどって思ったぐらいやったんですけど、やっぱりなんかこれぐらい行かれてる方が僕は好きなんで、はい、だもうまず車がすごいし、その車をもう自分のスタイルこれって言うんで、はい、もう走るために生まれた車を、はい、もうかっこよさ 100% 優先で走れなくしてめちゃくちゃかっこよくするっていう、はい、だもう改めて車楽しいなって思いました、はい、あ、もうあのやっぱ自分の車なんで、まあそりゃ多分まあまあいろんなね評価もあるとは思うんですけど、別に自分の車は自分の好きにいじってる感じなんで、うん、確かに。だからあのエール13がインスタにこの車上げて、一番コメント多かったのがこのナンバープレートが見にくいって書いてあってそう、今翻訳できるじゃないですかコメントも。あれで見てたら、あのすごく車はいい、うん、ナンバープレートの位置以外はとか、あと他で読んでて面白かったのが、M3 になりきれなかった車って書かれててそれはちょっと、あ、なるほどって思いましたね。まあまあ海外の評価だといろいろありますからね。そう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 、はい、特にナンバーなんかは日本は割とこう大きいし、いや、そう大きいんですよね、はい、ポテッとしててちょっとかっこ悪いんで。だから一番いいのはやっぱナンバーレスなんですよ、ね、確かに、はい、ナンバーレスにしたらもうだいぶかっこいいな。いや、そうそうそう、だからアメリカやったかな、なんかナンバーレスの GTM 見た時めちゃくちゃかっこよかったんですよ、うん、
ただよりなんかもうファミリーカーからかけ離れてるんで おかげが心配です私は大丈夫です、おかげは円満です。本当ですか、はいはい、そしてですね、私この車を今回紹介させてもらって、はい、改めて、はい、ちょっとやっぱり自分の車妥協しちゃダメだなっていう風に。いや、ダメですよ、もう、はい、ハンコと勇気があれば車買えるんですから、はい、お客様と一緒にやっぱり楽しい車作っていきたいなって、はい、今まで僕も隠してました、申し訳ないですけどお客様に音楽君何乗ってんのって、いや国産っすって言ってたんですけど、これに乗ってますんで、これ、はいはい、もうだからもう強烈なご相談も、もうぜひ岡君に、はい、もう大抵のものは受け止められますから、はい、これ乗ってますから、はい、ぜひお気軽にご相談ください、はい、というわけでボンドグループの各種 SNS とボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。